李氏が唯一の候補者書をし推薦票十分でも辞退ロシアがバルト海に核兵器を配備すると要言習近平総書記がゼロコロナを堅持国務院の貿易試しが終了アメリカの最新人権報告書中国共産党による迫害ジェノサイドを明かす 国民民主党は昨日、多くのネットユーザーが李家超さん、本当におめでとうございますと言い表しました李家超氏、ジョンリー元政務官は半数超の選挙委員に推薦されており、昨日午後5時に推薦期間が終了し、今回の行政長官選挙の候補者は李家超氏のみとなりました。 先に立候補を表明していた小国林氏は昨日の午後4時50分に辞退を表明し理科超氏の方が私より適任だと述べました彼は選挙に参加するための十分な票を持っていますが十分な推薦票を持っていてもいなくても選挙から辞退し理科超氏を支持すると強調し自分の支持者たちに利子を支持するよう呼びかけました また李氏が立候補を表明した後お祝いのメッセージを送り参考にしてもらうように李氏に自分の政治考量を送ったといいます小国林氏関連以外にも今年の行政長官選挙にはゴシップが絶えません李氏の選挙事務所主任である丹祥宗氏は選挙チームが初代行政長官の唐憲華氏に推薦を打診しなかったことについてご存知のように当氏は最近めったに姿を見せていない 彼を気遣い、彼を尊敬しているからわざわざ推薦を打診しなかったと述べました。当氏事務所の広報担当者は当氏は休暇中であり回答しないと示しました。ネットユーザーからは候補者が一人しかいないとは残念だ。そうでなければ選挙弁論会を楽しく見ようとしていたのに、香港では選挙も中国共産党を中共の特色で満ちている。 一人しかいないのに選挙というのかという声がありました見たところ皆安全で丁寧な言葉で自分の気持ちを伝えているようです当氏がどう答えるかは目の肥えた人ならわかるでしょう当時50万人以上の香港人が基本法23条の立法に反対するデモ行進を行ったため当氏は最終的に退陣を余儀なくされました 広語で傲慢な人偉そうな人自慢げな人を意味する左人長というニックネームを持つ李家長氏は当氏とは異なり当選したら23条の立法が最重要課題になると高らかに宣言しました確かに今は昔とは違います2003年に23条反対のデモに参加した香港人は20年も経たないうちに23条が再び高らかに帰ってくるとはどうして想像できたでしょうか いわば香港は本当に邪悪に支配されています。次のニュースです。ロシア連邦安全保障会議副議長のドミトリー・メドベージェフ氏は14日、スウェーデンとフィンランドが NATO に加盟した場合、バルト海周辺に核兵器を配備すると警告を発しました。フィンランドのマリン首相は前日、フィンランドが NATO に加盟するかどうかを数週間以内に決定すると述べました。 メドベージェフ副議長はもしスウェーデンとフィンランドが NATO に加盟した場合ロシアは軍事的バランスを保つためにバルト海の海陸空戦力を強化しもうバルト海の非核化については提言しないしまたロシアはそうしようと試みたことがなかったしそうしたいとも思っていないしかし最終的にロシアがやることになったらそれはひと事であると述べました バルト三国の一つであるリトアニアの首相はロシアのこのような脅し方はニュースではないと指摘しました実際本当に核兵器を使うのであればウクライナと戦っている今使うでしょうやはりリトアニアの総理の言い方が正しくただ脅かすだけで慣れているようです次のニュースです 習近平総書記はゼロコロナの貿易政策にこだわり緩めたことがないし、また中共国務員独自の貿易基準緩和の施行プログラムを1日で終了させる事態を招きました。外部からは中共上層部の権力闘争がさらに激しくなっていると推測されています。13日中国メディア財新網が掲載した記事では、 上海、広州など8都市が貿易対策最適化の試験都市となり、14人軍の隔離時間短縮を探るとし、国務院が上海、広州、成都、大連、蘇州、ネイハ、アモイ、青島の8都市を試験地として入国者の隔離時間を短縮するなど、隔離政策の一部を緩めることを決定したと伝えました。 情報筋によるとこの手配は11日にすでに正式に開始され4週間続くといいますブルームバーグは情報筋の話を引用し今回実施された隔離期間の短縮は隔離施設の数を減らし関連する労働力や物資を削減するためであり中国共産党がゼロコロナ政策を放棄したという意味ではないとしていますしかしこの情報が出てから1日足らずで中共当局によってすぐに封殺されました 同様の報道は海外メディアではまだ見られますが中国国内メディアでは見られなくなりました一方中共の代弁者である新華社と人民日報は習近平総書記のゼロコロナ政策を高く評価した6本の記事を続けて掲載しました専門家の中にはこのような兆候は中共上層部の内部闘争が疫病の予防と制御の面でオープンになってきたことを示すと分析する人もいます アメリカ時事評論家のオーガ氏はアメリカ国営放送ラジオフリーアジアに対し中共内の論争はますます表面化しており党内には強い反対意見があるため官営メディアがこれほどまで高らかに習近平を擁護しているのだと語りましたこの秋の第20回党大会で習近平総書記は3期目を継続するとの見方が強まっていますししかし迫りくる反習近平勢力を前にに彼のの再選への道はは容易ではないだけに 彼のゼロコロナ政策はすぐには譲れないだろうと言いますアメリカ・プリンストン大学中国学者の陳慶徳主席はラジオフリーアジアの取材に対しゼロコロナ政策は習近平の政治的シンボルおよび政治的遺産になっており習近平がそれを放棄すれば政治的生命を絶たれることになると述べました当然この政策を貫くことは経済的によくありません 貿易対策が政治闘争に利用されれば、結局は国民だけが苦しむことになります。中共の政治闘争は終わりがなく最後に誰が勝っても内部闘争を止めることはできません貿易政策を用いて争い経済を用いて争い悲惨なのは国民であり中国人は内部闘争の犠牲になっています。最後のニュースですアメリカ国務省は12日最新の人権報告書を発表し 中国共産党、ロシア、北朝鮮など9カ国が人権と民主主義を侵害し続けているとして名指ししました。報告書では中共が少数民族、ファールンゴン学習者、キリスト教徒を迫害していると指摘されました。 ブリンケンケ国務長官は、中共がジェノサイドと人道に対する罪を犯し続けていると述べ、中共政府は新疆ウイグル自治区でジェノサイドと人道に対する罪を犯し続け、主にイスラム教徒のウイグル人やその他の少数民族を迫害し、 香港で基本的自由と自治を侵食しチベットで組織的弾圧を実行していると述べていますこの90ページに及ぶ人権報告書は中共による恣意的な監禁や個人の自由の剥奪女性への強制不妊手術や中絶恣意的に拘束された多数の人々への拷問やレイプ 強制労働さらに宗教表現行動インターネットの自由への厳しい制限など大量の人権侵害を列挙しました昨年6月国連の独立した人権専門家12人が共同声明を発表し中国で拘束されたファー・ルンゴン学習者ウイグル人チベット人イスラム教徒キリスト教徒などが臓器強制摘出に直面していることに警鐘を鳴らしたことを同報告書で紹介しました ニューヨークの建築家サイモン氏は、私の母リ・ウン氏はファールンゴン学習者で、9日前に中共に迫害され亡くなったと語り、ファールンゴン学習者の王将さんは、私の夫は不法に逮捕され大きな迫害を受け、心臓と腎臓に衰弱症状が現れ、19日間集中治療を受けたと語っています。